はい、皆さんどうも、MT です。今日は、特に話すこともないんですが、雑談ですね。いつもの通り。普段はその数学の、ちょっとびっくりされたかもしれないですが、数学のチャンネルばかりやっていまして、まあ別に、ちょっと息苦しくなってきたんでね、っていうのは勝手な話なんですけど、まあ数学以外のことも、まあ適当にやっていけたら、まあ普通、こっちが多分 YouTube 的には正当なんじゃないかなと思ってきたんですね、最近。その教育系 YouTuber 的な感じになってきていて、なんかですね、期待されているものが重く感じてきたので、まあ、そもそも数学好きでやってますけど、別に完全なものを与えようっていう気もそんなにないんで、まあ、できれば正確に与えたいとは思ってますけど、まあ、とりあえず数学が楽しい学問っていうか、そういうもんであるということを一応布教できればなという感じですから、まあ、そんなにね、ガチガチやってるわけでもないですし、まして綺麗な模範解答、これを大学受験で出してもいいみたいな形で出してるわけではないので、まあ、気軽に見ていただこうという、意気込みというか、そういう感じ、感想があったので、まあ、そういう感じの YouTube っぽい、本当に YouTube って多分こっちなんですよね。まあ、もっと普通はエンターテインメントみたいなことやるかもしれないんですけど、まあ、雑談、じゃあ雑談ですね。まあ、誰が興味あるんだって感じですけどね。で、前回何話したかっていうと、まあ、雑談としては、その男女比的なことを話しましたね。あとは、何だったっけ？まあ普通はこういう話するときは用意するもんですけど、ちょっとポッと出てこないんですけど、まあ僕最近 YouTube いろんなところのを見ていて、研究、半分研究で半分、まあ趣味なんですけど、今かなり時間があるんでね、僕もいろんなことできて、まあなかなか苦しい状況では実はあるんですけど、まあそれでもまあせっかくなので YouTube 始めるということで、始めて結構今数ヶ月が経ってきているんですけど、まあどうでしょうか、皆さん僕のチャンネル楽しんでいただけてるでしょうか。まあ個人的には皆さんに見ていただきたいという気持ちで作っているので、まあたくさんの人には見ていただきたいんですけど、まあ数学がですね、なんていうか、あんまり堅苦しい学問ではあるんでしょうけど、あんまりそういう感じを出さないというか、まあそもそも やらなくちゃいけないもんでもないし、まあ楽しむもんだろうと思っています。まあただし、楽しむものだっても楽ではないので、音楽の楽とは違くって、まあそれを楽とも読みませんし、本当に楽でもないんですよね。なので楽しければ、楽しい方がいいわけですけど、まあ楽しい面をまあやっていきたいという感じで、まあ今回は大して話す内容もないんですけど、まあそんな感じで今回動画撮りましたという感じですね。もし、普通の、まあ普段、今まで雑談いくつかやってきましたけど、こういう、なんていうんですか、ホワイトボードにテーマ書いたり、雑談って書いたりしてましたね。まあそれとこれとどっちがいいかっていうことなんですよね。話入ってこないっていう、というか、まあ、文字だけだとあんまり面白くないっていうのが あるかもしれないし、まあ前にそのアドバイス的なことをもらって、まあ安心感がまあ多少なりとも出るのであれば、まあこういう風な形式の方がいいかもしれないなと思ったので、まあ今回ちょっとお試しでやってみました。なので、もし、まあ批判が多いようであれば、無駄だという批判が多いようであれば非公開にしますかもしれないですし、まあ、それは皆さんにかかっていますけれども、ぜひともまあ一言くださいという感じですね。まあ面白いこと言えなくても申し訳ないですが、まあこんな感じで、お試しですから一本を取り終わります。というわけで、じゃあまたね。